はい、ますね。今回はね、サムネタイトルもある通り、最後、超ラストフリート高校強化をやっていこうかなと思っています。ということでね、この動画が出てる頃にはもうおそらく、あと2日、1日らへんだと思うフリート高校をね、まあ最後のサクセスをやっていこうかなと思います。まあ強化期間が終わって、まあこの高校、強化ルートは遊べなくなるんでね、まあ、次の環境、帝王実業ですか？その前にもうラストランということでやっていこうかなと思います。いろいろ振り返りながらね。なんで今回は録画じゃなくて、もう今回リアルタイムのやつでやっていこうかなと思っております。まあデッキはこんな感じなんですけど、まあ出てるでしょう。はい。ということで、行きましょう。どこに行こう？なんでいろいろ振り返りながらやっていきたいんですけど、どうだろう。まあ、いきなりそう言われてもねって感じなんですけど、まあ個人的なその感想、このフリート高校の総括なんですが、今までで、強化ルートとかそういうの抜きですよ。そういうの抜きに、もうすべてのね、高校において一番インフレした高校がフリート強化でしたね、今回。まあ当たり前の話なんですけど、まあなんでかっていうと、まあオリジンサクセスとかいうやつが入ってきたんで、そのせいでね、まあかなりやべえ環境になったんですけど、まあその中で本当にまあ、個人的には楽しかったなと思いますね。やっぱり、フリート高校はこうでなくちゃって感じです。以前のね、確か強化ルートでも、フリート高校って、めちゃめちゃインフレしてたんですよね。なんかフリート強化って、もうインフレの象徴みたいな感じで、毎回ね、何かしら変わるときはフリート高校強化だったんですよ。例えば前回で言えば、経験点が、今までって1000点までしか持てなかったんですけど、1回目のフリート高校強化以降は持てる経験点がね、それだけじゃないと4桁になったっていうことも、まあ一つの改革ですし、そういうね、まあ一つのパワープロの分岐点に立ち会えるっていうのがフリート高校でしたね。で、今までまあ以前のフリート強化は、まあ投手育成が強かったんですけど、今回に関しては野手育成が、まあ、強かったっていうのも一つの、まあ特筆すべきポイントなのかなと思います。まあ、もともとね、一番最初のフリート高校は、まあ、野手育成用で、ね、まあ、投手は、まあ、そんなに強くはなかったんですけど、で、2回目が投手で、ね、3回目が野手ってことで、まあ、なんでね、高校の性質上ね、どこの高校にも対応しやすいですし、やっぱりこれアンケートでね、強化が決定したので、やっぱりみんなから人気のある、まあ、やりやすい高校でもありますよね。で、まあ、デッキとかね、いろいろ、使った人もわかると思うんですけど、やっぱりね、どんなキャラでも使えたし、昔のキャラ、例えばゴブとかね、そういうキャラも使えましたし、まあ他にもね、2種連のキャラとかもね、めちゃめちゃ使えたので、まあ本当にいい高校だなと思います。だって今、デッキにダリア入ってるんですけど、ダリアもね、最初から入ってて、で、途中外れてね、また入ってきましたから、正直ね、強いキャラであれば大体ハマるんですよね。で、今回ね、2種連じゃなきゃダメとか、そういう制約もね、特になくて、まあ2種連でもね、強ければ入るって感じだった感じっすね。まあ追加キャラがみんな2種連の強いキャラだったんで、なんでね、今回フリート高校だけで強いキャラみたいなことはないですし、今後もね、期待できるキャラっても登場しましたね。で、コラボ面に関してですが、まあ進撃の巨人コラボでしたね。まあ、このコラボの性能に関しては、まあ、文句なしの、まあ、性能ばかりで、まあ、全員がね、ちゃんとテンプレートに入るぐらい強いキャラだったんですけど、なんか、いまいち盛り上がらなかったって印象はありましたね。うん。なんでだろうね。みんなキャラ強いけど、なんか先に出しすぎた感じもする。本当に全員強かったんですけどね。で、まあ、これはもう出航しようかな。まあ、666で揃ってるんだな。いや、行ってもよかったかな、一回だけ。まあまあまあ、いいでしょう。うん、なんで、まあ、進撃の巨人キャラみんな強かったんで、まあ、次の環境に期待っすね。あんまり盛り上がらなかったんですけど、多分ね、次の環境で、やべえ、あのキャラいないと困るみたいなことになってもおかしくないので、まあ、帝王実業なんですけど、まあ、帝王実業がどうなるかって感じだよね。なんか、今ね、なんか、シナリオの最初のあれ、ムービーだけ紹介されたんですけど、うわ、ついえまあ、これの話は後でしょう。そう。今のこのタックの話については後でしょう。そう。ムービー出てきたんですけど、なんか戦いみたいなあったんで、闘争学園みたいに戦っていくのかな、まあ、わかんないんですけど、まあ、このフリート高校を超えるにはね、もうとんでもないインフレをね、もう一度しなければならないので、まあかなり期待値は高めになってしまいますが、やっぱ期待しちゃいますよね。まあこんなタックが、
まあ、ね、日常茶飯事で起きなければならないのでね、で経験点上限アップももちろん増えるわけですから、まあ、どんなキャラが来るのかと、一応ね女の子キャラ今回あの一人確認して、なんか黒とピンクの髪混ざったような子でしたね、うん、可愛めかなわかんないですけど、あんまりそのキャラデザイン見れなかったんですけど、まあ、それなりにいいキャラだったんで、個人的にねやっぱ本当にあのどうでもいい話なんですけど、どうでもいい話なんですけど、やっぱ女のキャラは白い肌が一番いいのかなと思ってるんで、まあ、今回はねそれに該当するキャラクターだったので、まあ良かったのかなと思います。もう単にそれだけっすなんですが、本当に期待できますね。そしてあの全然ハマってないと、あそしてあれだ、そう天才封じがどこまでできるかも気になります。これはマジで、うん、やっぱフリート強化、まあ、フリート強化だけじゃないんですけど、まあこれオリジンサクセスの問題なんですけど、やっぱりめちゃめちゃ入部統計強くなってるんで、まあそれが関係ないようにはなってほしいですね。はい、まあ、ここで緑積んでいくかな。ちょっとバランス崩れたけど、これはしゃあないですね、うん、なんでまあ一発通りではそこまでうまくはいかないって感じなんですけど、まあよほどクソなサクセスじゃなければこれは採用する限りですね。ただ本当にみんな強いキャラでした。で、もう大谷選手の話しようか。そう、大谷選手コラボが来て、まあ、めっちゃぶっ壊れキャラが来たって感じですね、あとは。本当に、やばいキャラでしたね。うん。やばいキャラでしたというか、やばいキャラですね。なのに、あんまり盛り上がってないのなんでだろうね。うん。私自身も、はい、大谷選手に媚びさせてもらいましたよ。動画見てもらったら分かるんですけど、僕のチャンネルね、僕のチャンネル見てもらったら分かるんですけど、大谷選手がサムネ3連続ぐらい出てたからね。うん、で、まあ、リアタイ動画が久しぶりに当たって4000回ぐらい回って、まあ、登録者数も増えたわけですよ。まあ、そういう感じでね、大谷選手にはとてもお世話になりました。うん、なってます。もう本当にありがとうございます。なんですが、まあ、それなのにあんまり伸びてないっていうのがちょっと気がかりですね。これはね、どうしよう、打撃か走塁かなんですけど、まあ2でしょう、2ならこっち行こうか。まあ数揃えることが大事なんで、そう、ここでまあできれば光ってほしかったけど、そうで、そう、この経験点だよ、この経験点をね、もう一気にもらえるかどうかっていうのも一つのポイントだなと思います。ね、そう、大谷選手にはめちゃめちゃ感謝しておりますので、まあもう何とぞもう一度ね、うん、何か機会があればもうまたね、何度でもよろしくお願いしますって感じですね。その普通にね、いやらしい話じゃなくて、そういう、なんだろう、登録者増えるからコラボしてほしいとか、そういう話じゃなくて、単純にね、まあ、有名な選手がパワープロに登場してくれることっていうのが嬉しいですから、まあ、僕ね、野球、めちゃめちゃファンなんで、まあ、大谷選手の流れで、まあ、前剣ってきて、で、まあ、田中将大も来たわけじゃないですか。でその流れで言えば、まあ、他のね、まあ、いろんな選手、まあ、吉田とか由伸とかもね、来てくれたら嬉しいんでね、まあ、そういう流れが、続いてくれたらなと思います。そして今の火事で思い出したけど、そうだ、火事だ、火事、そう、今回ねシナリオキャラの活躍っていうのも結構ね、まあ個人的にはその強化ルート自身をね評価する判断基準に入れてるんですけど、いやー良かったっすね。そのやっぱり強化高校のね、その最初のキャラクターデビューキャラってやっぱりね重要な役割があると思うんですよね。最初その登場した時はもうテンプレートに居座って、んで、途中から、まあ、退く形にはなるけど、裏で支えるって形が個人的には一番理想的だと思うん で、その立ち回りがね、今回はほとんどできていたので、まあ、めちゃめちゃ良かったのかな、と思いますね。うん。そこら辺かな、うん。なんで、まあ、アンカーと火事だったんですけど、まあ、最終的にアンカーが、まあ、残った感じにはなりましたね。うん。でこれはどうしよう。花丸大筒かな、さすがに。そう、こういう流れができてくるのが大事と。で、カジもね、まあ、まだまだサポートでも使えますし、で、まあ、先にフェードアウトするのがカジなのは、まあ、しゃあないね。まあ、なぜかというと、カジはみんなレベル解放できちゃいますから、まあ、そこら辺は、まあ、ナーフするべきキャラではあったのかなと、運営目線で言えばね。なんで、次のね、帝王実業、まあ、デビューキャラが、まあ、どこまで、まあ、残ってくれるかって感じですね。前回の新高校は、ホカホカホリデーとゲノムってどっちの方が先だったっけ？まあ、ホカホカホリデーに関しては、まだ白浜が生き残ってるかな？うん。白浜が生き残ってて、で、まあ、ゲノムに関しては、まあ、なんやかんや滝上が残ってた印象があるんで、まあ、最近ね、そういう存在にはされてない。うわ、強え！
やーこれ見るとねやばいっすわ。さすが大谷翔平。あ、ちなみに大谷翔平しれっと45にしてますレベル。結構ガチャ引かされたよ。課金もさせられたけど、まあこれはレベル45にすべきだと思ってレベル45にさせていただきました。うわ強い、大谷ラッシュ来た。そうそうそう、もうちょい動画ね撮りたいんですけど、さすがにこびすぎなんで、多分今回はサムネから抜いてると思います。すいません。うん、まあそこばっかりはしゃあないですけど。でこれはどっちだったっけ、下か。ちょ、喋りながらやってるし、そもそもサクセス自体ね、動画どころかサクセス自体久しぶりなんで、まあ、全然ね頭が回ってないっていうのもあります。まあこの時間、まあこの時間っていうか、お前んじゃ休んでる間に何してたんだよって話なんですが、ちょっとね、あるペンタブレットを購入しまして、ちょっとお絵描きの練習をしてた限りですね。うん、でお絵描きの練習してたんでね、今までね、そう、これ何がね、YouTube に関係あるんだって話なんですけど、今までね、その、キャラクターの、まあ、立ち絵とかって、いつも自分ね、スマホのね、アイビスペイントってアプリで、まあ、消しゴムでね、指でね、わざわざね、手作業で消してやってたんですけど、まあ、そんな必要はもうありませんと、そう。もうね、この、あれ、ペンタブの方に移して、で、ペンでね、シャシャッと消しゴムで消すだけでね、もう大丈夫っていう、そういう感じになったので、まあ、個人的には一つやりやすくなったポイントでありますけど、まあ、どうなのかな、多少ね、サムネの精度は上がってんのかなと思いますけど、まあ、引き続き頑張っていこうかなとも思っていますね、はい。で、結構セクニっていうか、技術の偏りエグいな。でね、今技術普通に偏ってるんですけど、まあ、このダリアがいることで、はい、めちゃめちゃ強いんで、そう、ダリアいることでね、ストレスがマジで減るんだよな。なんでね、ダリアを次のサクセスでも使えてほしい限りでございますけど、どうなんだろう、次の高校どんなキャラクターが輝くのかな。多分デビューキャラはね、まあオリジナルのキャラクターが出てきて、まあその後ね、蛇島と友沢の、まあ別バージョンが出てくる形だとは思うんですけど、多分友沢が大筒で言う佐伯枠な気がする。あとあれだ、オリジンサクセスなんでね、いかに思考が働けるか。まあ、ミカサとかですよね。そこら辺がどう活躍できるのかっていうのも一つ注目ポイントだなと思います。うわ、強えや、マジで乾燥製造機だな、大谷。この獲得経験点上限もね、1600ぐらいに行くのかな。まあ、どんどんインフレが進んでいくんですけど、まあ、まだ大丈夫ですね。オール S にはまあ、まだ遠いんですけど、まあ、特納全取りぐらいの環境にはなってるんでね、まあ、どう変わっていくかって感じではあります。技術めちゃめちゃ余ってんな。そう、あんまりダリアがいなかったら、このサクセス多分破綻してたと思うんですけど、まあダリアがね、いることによって、まあまあまあ、まあ経験点だけ出せばいいやみたいな感じになってるんで、本当に助かってます。で、そう、アンカが抜けたから精神があれなのか、ちょっと残念なのか。で、そう、この清江もね、せっかくレベル上げたし強いの欲しいよな。で、そうだ、清江で思い出したけど、そう、デッキレベルもね、やっぱり、ある程度評価基準にはしてるんですよ。そのデッキレベルの要求値というか、そこら辺が、まあ高いか低いかで、ある程度そのサクセスのね、まあデッキの組みやすさって変わってくるので、まあそこら辺の判断基準でいくと、今回ね、まあほかほかホリデー高校よりもデッキの要求値ってあんまり高くなかったと思うんですよ。レベルの点でね、キャラクター自身はやっぱりめちゃめちゃいろんなキャラクターがいるんですけど、デッキレベル、みんなレベル40以上とか、デッキの平均レベルが大事だよって感じじゃね、今回特にそういう感じじゃなかったので、そういう点でもね、やりやすかった感じじゃないでしょうか。個人的にはそこら辺めちゃめちゃ良くて、レベル41のキャラでもレベル37のキャラでもね、もう強いの使えましたから、あとミカサとかね、今回、そう、レベル35で普通に使えますから、なんでね、そういう高校が本当に増えてほしいですよね。で、これで新アーティストが取れると。大谷翔平が次の環境でまあ土着と活躍したら大谷翔平難民が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺がどうなってくるのかな、ちゃんと復刻とかするのかな、まあ、分かんないですけど、はい、まあ、自分は大谷引いてるんで、はい、関係ないですね、はい。でこれで知らせ行くことによって全員埋まるかな、そうだね、うん、あと2回か、そうそうそう、ここら辺も覚えておかないと、なんやかんやこれね、意識してないと忘れちゃうんでね、結局取りこぼしちゃうこともあるんで気をつけないと。で、大谷がこれで走りましたね。はい。ありがとうございました。で、これで、はい。大筒と。いいね。うん。まあ、流れは悪くない。まあ、
ボツレベルではないっていうのが、まあ正直な感想ではあるんですけど、まあボツレベルじゃないんで動画にできるんで、はい。最近動画全然撮れてなかったんでね、まあこういう感じで、まあリハビリがてらやっていきたいですね。まあどうせね、また新高校出たら動画撮ると思うんですけど、あーやばい、溢れてる。はい、そういう感じです。まあリハビリなんでね、はい、リハビリなんで許されると。まあこれがね、ガチサクセス、初心者必見みたいなサクセスだったらね、まあ、とんでもねえアホサクセスなんで、まあボツなんですけど、まあね、今のは、今回の動画はそういうのじゃないんで、もうノンプレッシャーでいきますよ。はい。で、店名だね。いや、店名、いや、バンプいいな。いや、どうしよう。名挙でも店名でもいいんだけど、要求値が高すぎる、これ。うん、要求値めちゃめちゃ高いな。で、リヴァイもね、こいつレベル35ですよ。レベル35でね、感想出せる高校がどれだけありがたいか。そう、このありがたさですよ、本当に。で、これで走塁8を詰めたんで、まあ、どっちでもいいんですけど、次考えると、まあ別に天命あるけどな、天命も強いんだよな。なんで、これで、7か。紫7ってことは、青7で、これ揃えて赤だけはみ出させてって感じにしようかな。で、あともう次のターン強いタックがなければ、迷宮に行く感じでいいのかな。んで、はいはいはい。まあいいっすね、もう行こうか。そう、んで、そう、またね、新しい高校来るんで、まあどうせ帝王実業のサクセス動画出すとは思うんですけど、まあね、ちゃんと登録者が増えてくれるのか、そこら辺ちょっと心配っすね。まあ登録者数1000人ってなんやかんや目標にしてると思うんですけど、まああと100人ちょっとなんですよね。今見た時点で890人ぐらいだったんで、本当に頑張っていこうかなと思います。で、1000人行ったらどうしよう。なんか新しいことやりたいけどね。まあ、新しいことっていうか、まあなんだろう。まあ、顔出しするとか、まあ、そういう系かな、わかんないですけど。まああんままだ決めてないんですけど。まあ皆さんやってほしいゲームなどあれば教えてください。うん。で、友達にね、その話をしたんですよ。その話をしたら、もう熱烈にね、もうね、言われたんですよ。龍が如くをやってくれと言われてるんで、そこら辺も考えどころですね。うん。んで、これはね、こっちに行きたいんですよ。大谷選手の強さを味わいたいから。でも、まだ新コードのやつみんな進めてないんで、ここ行きますと。これ多分全員分埋まったかな。はいと。あと1回だよね。よしよしよし。これは行ってよかった、本当に。そうなんで、まあ、龍が如くをやるかは知らないんですけど、まあ、とにかくね、いろんなゲームをね、やっていけたらなと思うね。だって私のチャンネル名わかりますか？ナッスンパワプロチャンネルだったらね、そういう話はしないと思うんですけど、私のチャンネル名はナッスンゲームなので、まあゲーム全般をやっていこうと思うんで。まあでもね、登録者数1000人いったらですよ、それも。うん。まだね、1000人いってないんで。うん。まあ、まだそんな、まあ先の話はするなって話なんですけどね。なので、ぼちぼち頑張っていこうかなと思うんですけど、でもね、まあ、900人になっても、登録者数の伸びが本当に一定なのが面白いですよね。やっぱり、そういう特徴が現れてくる。まあ、年齢層がね、もうちょい低めだったら爆発的に伸びたり、動画を少しでも出さなかったら、どちゃくそ減るみたいな感じだと思うんですけど、結構ね、パワプロ界隈の登録者数事情って、まあ、なんやかんや、その、安定的に伸びていく、もう本当に公務員みたいな形なんですよ。もう公務員みたいにもう着実に、まあね、もう、どんなに登録者数が増えても伸び方っていうのはあんまり実は変わらなくて、でもね、動画出さなかったらな、登録者数増えるぐらい安定はしてるんですよね。なんで、はい、私の動画を見てくれる人は、まあね、いっぱいいらっしゃるということで、本当にありがたいですね。なんでね、個人的な感想としては、リアタイ動画を出した時に増えた登録者数って、まあ、結構ね、動画を出さなかった時点で減りやすいんですよ。で、逆にサクセス動画が伸びた時に増えた登録者数っていうのは、まあ実は減りにくいっていう、やっぱそういう年齢層の把握っていうのがある程度あるんで、まあ自分もね、下手に YouTube やってきてないですよ、中学生の時から。うん。まあ中学生はこう大学生になるまでやってるんでね、はい。まあそこら辺の把握もちゃんと大事だよねということで、はい。これはね、あと2ターン、そうだね、2連で、次のターンでベルを集めていこうかな。うん。で次のターンでベルを集めれば、まあ、ギリ滑り込みセーフって感じなんで、これはね、こっちですね。うん。こっちでいいのかな？まあまあいいか。うん。そう。で、次の高校でもう全員の進行度をマックスにしないと、ちょっと2880オールを取り逃してしまうんで、まあ、ここでもさっさと出航して、バーカ、10日なんですけど、まあバンプですね。
いや、ここでバンプでこの残り3ターンで全員の進行度を取り切ることを最優先にやっていこうかなと思います。結局最後はサクセスの話になっちゃったね。なんで、あ、経験って溢れてないかな。よし、ここで全員分踏むこと、全員分踏む。なんで、ああ、そう、こうばらけてるとうざいんだよな。これ、まあ、こっちだな。シモンだろ。あと2ターンあるんで、そうだ、まだ大丈夫。まだ2ターンあるんで、あとね、2ターンで2人踏めばいいですから。内藤と灰塚と。これはね、こっち行きたいんすよ。行きたいんすけど、まあ、こっちっすね。まあ、こっち行けば、灰塚踏めるし、体力回復もできるんで、んで、最後、内藤踏みで終わりかな。よし。内藤はどこだ。ああ、なんか最後めちゃめちゃ微妙な形になったけど。まあ、最低限ね。本当に最低限。うん。もう最後ね。動画撮る前は、もしかしたらスタメン更新とかできたらいいなと思ってたんですけど、まあ、そんな甘いことはないっすね。ただ、まあ、めちゃめちゃインフレしたのは事実ですから、はい。ね、こういう感じでもう2880オール出ても驚かないですからね。何年か前のエイプリル動画、僕の見てくださいよ、僕のやつ。あの、999オールもらえたっつってエイプリルで、エイプリルフルか。で、まあそういうやつやってて、やべえやべえって、サクセス壊れるみたいな話してたんですけど、まあ、それどころじゃないですからね、もう。2880オールですから、うん。もう桁が違いますからね、はい。で、これで全部終わったんで、もう報告も取って、友沢別バージョンって友沢自分持ってたかな、ちょっと今心配になったんですけど、なんやかんや友沢ってね、あの、ありふれすぎて売ってることあるんすよ。これ結構あるあるだと思って、結構ありふれたキャラって意外と売ってること多くないですか。特に PR とか、今回大谷翔平選手のガチャをね、めちゃめちゃ引きたくなかったんで、あ、もうちゃんとね、PR ミキサーやりまくってたんですよ。まあ、結局大谷翔平選手出ずに SR ガチャ券で大谷選手、まあ、出たんですけど、なんでね、まあ、PR にはマジで気をつけたい。そういう対策全くしてないんでね。うん。まあその、賢い人であればね、まあ次このキャラが別バージョン来そうだから PR 残しとくぜみたいなやってるんですけど、まあ自分そういうのないですから本当に。もうコラボキャラ以外は全員 PR ミキサーにかけてるぐらいなんで、まあ気をつけましょうねということで。うん。で、試合はね、ちょっとカットめんどくさいんでやらないっす。うん。まあ、とりあえずね、今日はもう喋るだけなんで、本当に。うん。もうサクセスなんか見なくていい。もう正味ね、もう耳じゃねえ、もう目閉じてさ、もう学校とかも職場の帰りに聞いてもらったらいいわ、もう。ラジオ感覚です、本当に。でも何でも、もう片手間に聞いてもらっていいっすね、もう。大した話もしてないですし、うん。結婚しますか、そういう話も全くしてないので、はい。で、そうだ、デート走ってるかな？あ、デートは全員走ってると。で、これは清江。そう、清江本当にね、次の環境で使えたらいいねっていう、もうそういう話です。んで、アイテムは、トンボだけか。でも、おそらく次の環境では多分、大谷選手は確定で輝くと思うんで、まあ、大谷選手基準でどういう感じで輝くかって感じですね。友沢がどんな得意練習で出るかっていうのもめちゃめちゃ気になるけど、正直ね、帝王実業に関しては、友沢が出る前の環境と出た後の環境で、まあ、変わってくるのかなと思ってます。で、その件で言えばね、大津高校の宇佐崎の件があるんですよ。なんでね、宇佐崎みたいにね、もう、シナリオキャラが殺されちゃうみたいなことがないようにしたいんですけど、まあ、多少デビューガチャに関しては警戒はしておきたいですよね。その、迂闊に引けとは言えないって感じですし、まあ、そもそも引くべきかどうかを出すかもわかんないんですけど、まあ、多分出さない、うん、どうだろう。いや、追加キャラも引くべきかどうかもう出してないんですけど、デビューキャラは出すべきなのかな？わかんないんで、まあ、何もかももうコメント欄に頼っちゃうのかなと思います。うん。まあ、コメントね、もう、出せやって言われたら出しますし、まあ、コメント欄でお前の参考になんねえんだよ、クソエアップしねえやって感じで言われれば、まあ出さないですし、本当にコメント欄頼りなんでね、皆さんね、あんまりコメントとか、まあ、そういうね、何々してくださいみたいな、あんまり、言ってくださらないんですけど、そう、全然言ってくれて構わないので、ね、自分そういうの大歓迎タイプなんでね、まあ言ってもらえればありがたいですね。実はね、そう、ツイッターもね、あの、DM 開放してるんですよ。いつでも来てねって感じで。ツイッターのフォロワーもね、もう全然募集中なんですけど、まあ誰も来ないですね。まあ誰も、まあ一人だけ来たかな。まあ嬉しかったんですけど、それは。そう、わざわざツイッターまで行って僕のことをフォローしてくれたのは嬉しいんですけど、うん、まあ、そういう方々が増えてくれたらいいのかなと思います。
ようやくね、ここら辺の登録者数になって、毎回動画見てくれる人っていうのはある程度把握もできてきましたし、そう、やっぱりね、そういうのあるんだよ。やっぱりなんていうか、登録者数がさ、2桁ぐらいの頃はさ、その、登録してくれた人も冷やかしなんじゃないかみたいな、そういうさ、ことも勘ぐっちゃったりしてたんですけど、まあ今はね、そういうことはあんまりなくて、あ、ちゃんと僕の動画を定期的に見てくれる方がいるのかっていう、そういう自信につながっているので、はい。本当に皆さんには感謝ですね。うん。なんだろう、なんか感謝したり、なんかお願いしたり、意味わかんない動画になってるんですけど、徳能はこれ全部撮ってるかな？あれか。あの、ダリアの一発逆転王のあれがあるんで、一発逆転は撮ってると。ならもう全員撮ってるかな？うん。多分、J に査定行くのかな？ちょっと怪しいんですけど、なんか行かないような気がする。ただね、まあ、J ランクが当たり前になったんで、はい。それだけは、はい。それだけは気づいてほしいと、はい。帝王実業が出て、帝王実業っていつ出んのあれ。あれ、帝王実業、今動画撮ってんのが7月8日なんですよ。7月8日の月曜日で、今週中に出んのかな。またね、その、新高校出るタイミングが、例えば木曜とかだったりしたら、それこそまたバイトとかぶるんで、とんでもね、大変なことになるんですけど、なんか、でもなんか木曜な気がしてきたな。まあ、なんとか頑張りたいと思います。一番最悪なのが火曜日なんですけど、まあ、火曜日ではなさそう。明日はなんか、なんだろう。シナリオギミックについて解説が入るっつってたかな。一応火曜日。まあ、この動画いつ出るかわかんないんですけど、まあ、そこら辺の解説動画は出してたんですけど出さないっすね。なんか最近サボり気味な気がするわ、本当に。なんだろう。うん。なんかサボり気味な気がするんですけど、申し訳ないっすね。なんか、忙しいっていうのを言い訳にすべきはない、すべきではないと思うんですけど、本当に、やることが多すぎるんで、本当に申し訳ないっすね。で、動画をいちいち、その手間かけで動画を撮ろうっていう思考に至らないんで、今回もね、まあ、フリート高校終わるっていう理由がなければ、まあ、動画撮ってないわけですし、なんで、はい。皆さん、モチベーションください。はい。モチベーションって本当に些細なものですから、誰々の動画撮ってくださいって言われれば、はい、喜んでで撮るんで、はい。全然そういう感じでやってくれたらいいなと思います。で、何気に大谷翔平チームに、4番ピッチャーでいることがめちゃめちゃ強いな。で、これでトンボも使ったし、これは最後清江踏んで終わりかな。マジで清江は次の環境に輝いてほしい。なんやかんや清江ってさ、ぶっ壊れって言われつつフリートで、なんやかんや不遇だったと思うんだよ。なんで、もう、言うわ。もう、初見動画多分ね、出すと思うんですけど、帝王実業。帝王実業初見動画出すんですけど、リヴァイ、清江のコンビ、あと大谷翔平絶対に初見で使います。これは言うわ、もう先に言っておく。清江をね、うん、輝かせてほしい。てか、オリジンサクセスの環境になって、その以前の環境キャラクターが次の環境でもちゃんと入るのかっていう、そういう運営の姿勢も、まあ、伺いたい限りなんで、まあ、そこら辺も割と見物なところではありますよね。ただ、明日のね、そのギミック解説動画の次第では、そこら辺は変わってくるとは思うんですけど、まあ、どうだろうね、でも。まあ、どんな特性なのか。おそらくね、捕獲ホリデーみたいに得意練習がありませんみたいなことはないと思うんで、まあ、どんなキャラが輝くのかっていうのは、やっぱりそこら辺は決まってくると思うんでね。うん、捕獲ホリデーはもう単純にテーブルで勝負みたいな感じだったんですけど、もうそんなうまくはいかないかなと思うんで。まあ、ちゃんとね、得意練習と、そしてね、まあテーブルで、まあ、ボーナステーブルで勝負って形になってくるんで、まあそういう点では大谷翔平選手はめちゃめちゃアドバンテージありますよね。覚醒まで持ってるんでね、本当に。ぶっ壊れみたいな、ボーナステーブルしてて。ただまあ練習ホックアップがないんだったっけ、まあ、そこら辺が若干気になるところではあると。で、1位と、はい、ありがとうございます。で、こいつから何もらえるんだ、そう、ホームランフィーバーか。で、タイエースと。んで、はい、一発逆転王と。で、神殿功績かと。J 行くかな、これ。まあ、どうせならね、行きたいんですけど。まあ、高望みはしないです。32万か、はい。まあ、次のサクセスではどんぐらい出てくれるかな、と。うん。自己最高記録は確か36万ぐらいだったっけ、この高校は、自分は。なんでね、それをね、超えてくれたら嬉しいですね、という感じで、はい。さあ、伸ばせるかな、こっからが問題なんだよ。まあ、ここだろ、ここの、接戦取れる、いけるかな、これ、ギリ。ギリいけそう。
ギリいけそう。こっからだよ。でもこっから伸びないんだよね。こっから伸びないんで、レーザービーム。はい。あんま今回コツもらえなかったな。バントは取らずにどうしよう。あ、送球送球。あ、いいね。送球いいね。うん。で、ここで技術精神があまり気味になってきたんで、バント。はい。満塁男。よし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 。これはいけるでしょう。で、もうローボールヒッター取って、で、敏捷あまり、敏捷あまりなんで、敏捷あまりなんですけど、敏捷がない。筋力を使うやつがね、欲しいんですけど、これもチャンスは取れない、そう、筋力が使わないやつか、筋力を使わないやつが欲しいんですけど、まあ、こんな感じになるか。となると、敏捷はまあ、捨てとして考えて、なら精神余ってるんで、精神余り系、意外性は取れない、初球も取れない、筋力を使いたくない、高速チャージ、あ、これで J には行ったね。J には行ったんですけど、競争心、まあ、こんな感じになるのかな、通打取って。あとはまあ適当に総力上げて終わりな気がするんですけど、まあでもよかった、本当に。最後はいい感じに J ランクに行くことができたので、はい。皆様、フリート高校はどんな感じだったでしょうか。コメントなどで感想を教えてもらえれば。あと、動画のリクエストも全然お願いします。リアタイでもサクセスでもね。うん。別にフリート高校のリクエストあったら、これ最後とか言ってますけど、全然この後も撮るんで、はい。よろしくお願いします。といったような感じでした。ということで、次の動画でしょう。バイバイ。